オツベルとゾウ、宮沢賢治。ある牛飼いが物語る。第一日曜、オツベルと来たら大したもんだ。稲こき機械の6台も据え付けて、のん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 と大そろしない音を立ててやっている。16人の百姓どもが顔をまるっきり真っ赤にして足で踏んで機械を回し、小山のように積まれた稲を片っ端からこいていく。藁はどんどん後ろの方へ投げられて、また新しい山になる。そこらはもみや藁から立った細かな塵で変にぼーっと黄色になり、まるで砂漠の煙のようだ。その薄暗い仕事場をオツベルは大きな琥珀のパイプをくわえ、吹き殻を藁に落とさないよう目を細くして気をつけながら、両手を背中に組み合わせてブラブラ行ったり来たりする。小屋は随分頑丈で学校ぐらいもあるのだが、何せ新式稲こき機械が6台も揃って回ってるから、のん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 震うのだ。中に入るとそのためにすっかり腹がすくほどだ。そして実際オツベルはそいつで上手に腹を減らし、昼飯時には6寸ぐらいのビフテキだの雑巾ほどあるオムレツのホクホクしたのを食べるのだ。とにかくそうしてのん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 やっていた。そしたらそこへどういうわけかその白象がやってきた。白い象だぜ。ペンキを塗ったのでないぜ。どういうわけで来たかって、そいつは象のことだから、多分ブラッと森を出てただ何となく来たのだろう。そいつが小屋の入り口にゆっくり顔を出したとき、百姓どもはぎょっとした。なぜぎょっとした？よく聞くねえ。何をしだすか知れないじゃないか。かかりあっては大変だから、どいつも皆一生懸命自分の稲をこいていた。ところがその時オツベルは並んだ機械の後ろの方でポケットに手を入れながら、ちらっと鋭く象を見た。それから素早く下を向き、何でもないというふうで今まで通り行ったり来たりしていたもんだ。すると今度は白象が片足床に上げたのだ。百姓どもはぎょっとした。それでも仕事が忙しいし、かかりあってはひどいからそっちを見ずにやっぱり稲をこいていた。オツベルは奥の薄暗いところで両手をポケットから出して、もう一度ちらっと象を見た。それからいかにも退屈そうにわざと大きなあくびをして、両手を頭の後ろに組んで行ったり来たりやっていた。ところが象が威勢よく前足2つ突き出して小屋に上がってこようとする。百姓どもはギクッとし、オツベルも少しぎょっとして、大きな琥珀のパイプからふっと煙を吐き出した。それでもやっぱり知らない風でゆっくりそこらを歩いていた。そしたらとうとう象がのこのこ上がってきた。そして機械の前のとこをのんきに歩き始めたのだ。ところが何せ機械はひどく回っていて、もみは夕立かあられのようにパチパチ象に当たるのだ。象はいかにもうるさいらしく、小さなその目を細めていたが、またよく見ると確かに少し笑っていた。オツベルはやっと覚悟を決めて稲こき機械の前に出て象に話をしようとしたが、その時象がとてもきれいなうぐいすみたいないい声でこんな文句を言ったのだ。ああダメだ、あんまりせわしく砂が私の歯に当たる。まったくもみはパチ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 歯に当たり、また真っ白な頭や首にぶっつかる。さあオツベルは命がけだ。パイプを右手に持ち直し、度胸を据えてこう言った。どうだい、ここは面白いかい。
面白いね。ゾウが体を斜めにして目を細くして返事した。ずっとこっちにいたらどうだい。百姓どもははっとして息を殺してゾウを見た。オツベルは行ってしまってからにわかにガタガタ震え出す。ところがゾウはケロリとしていてもいいよと答えたもんだ。そうか、それではそうしよう、そういうことにしようじゃないか。オツベルが顔をくしゃくしゃにして真っ赤になって喜びながらそう言った。どうだ、そうしてこの像はもうオツベルの財産だ。今に見たまえ、オツベルはあの白像を働かせるかサーカス団に売り飛ばすか、どっちにしても万円以上儲けるぜ。第二日曜、オツベルと来たら大したもんだ。それにこの前稲こき小屋でうまく自分のものにした像も実際大したもんだ。力も20馬力もある。第一、見かけが真っ白で牙は全体きれいな象牙でできている。皮も全体立派で丈夫な象皮なのだ。そして随分働くもんだ。けれどもそんなに稼ぐのもやっぱり主人が偉いのだ。おい、お前は時計はいらないか。丸太で建てたその象小屋の前に来て、オツベルは琥珀のパイプをくわえ顔をしかめてこう聞いた。僕は時計はいらないよ。象が笑って返事した。まあ持ってみろ、いいもんだ。こう言いながらオツベルはブリキでこさえた大きな時計を象の首からぶら下げた。なかなかいいね、象も言う。鎖もなくちゃダメだろう。オツベルと来たら100キロもある鎖をさ、その前足にくっつけた。なかなか鎖はいいね、見足歩いてゾウが言う。靴を履いたらどうだろう。僕は靴など履かないよ。まあ履いてみろ、いいもんだ。オツベルは顔をしかめながら赤い張り子の大きな靴をゾウの後ろのかかとにはめた。なかなかいいね、ゾウも言う。靴に飾りをつけなくちゃ。オツベルはもう大急ぎで400キロある糞道を靴の上からはめ込んだ。なかなかいいね、ゾウは二足歩いてみてさも嬉しそうにそう言った。次の日、ブリキの大きな時計とヤクザな紙の靴とは破け、ゾウは鎖と糞道だけで大喜びで歩いておった。すまないが、税金も高いから今日は少し川から水を汲んでくれ。オツベルは両手を後ろで組んで、顔をしかめてゾウに言う。ああ、僕水を汲んでこよう。もう何杯でも汲んでやるよ。ゾウは目を細くして喜んで、その昼過ぎに50だけ川から水を汲んできた。そしてナッパの畑にかけた。夕方、ゾウは小屋にいてジッパの藁を食べながら西の3日の月を見て、ああ、稼ぐのは愉快だね、さっぱりするねと言っていた。すまないが税金がまた上がる。今日は少し森から薪木を運んでくれ。オツベルは房のついた赤い帽子をかぶり、両手を隠しに突っ込んで次の日ゾウにそう言った。ああ、僕薪木を持ってこよう。いい天気だね。僕は全体森へ行くのは大好きなんだ。ゾウは笑ってこう言った。オツベルは少しぎょっとしてパイプを手から危なく落としそうにしたが、もうあの時はゾウがいかにも愉快な風でゆっくり歩き出したので、また安心してパイプをくわえ小さな咳を一つして百姓どもの仕事の方を見に行った。
その昼過ぎの半日に象は900羽焚き木を運び、目を細くして喜んだ。晩方象は小屋にいて、8羽の藁を食べながら西の4日の月を見て、ああ生成したサンタマリアと、こう独り言したそうだ。その次の日だ。すまないが税金が5倍になった。今日は少し火事場へ行って炭火を吹いてくれないか。ああ吹いてやろう。本気でやったら僕もう息で石も投げ飛ばせるよ。オツベルはまたドキッとしたが、気を落ち着けて笑っていた。ゾウはのそのそ火事場へ行って、ベタンと足を折って座り、ふいごの代わりに半日炭を吹いたのだ。その晩ゾウはゾウ小屋で7羽の藁を食べながら空の5日の月を見て、ああ疲れたな、嬉しいなサンタマリアと、こう言った。どうだ、そうして次の日からゾウは朝から稼ぐのだ。藁も昨日はただ5羽だ。よくまあ5羽の藁などであんな力が出るもんだ。実際ゾウは経済だよ。それというのもオツベルが頭が良くて偉いためだ。オツベルと来たら大したもんさ。第五日曜。オツベルかね。そのオツベルは俺も言おうとしてたんだが、いなくなったよ。まあ落ち着いて聞きたまえ。前に話したあの像をオツベルは少しひどくしすぎた。仕方がだんだんひどくなったから、像がなかなか笑わなくなった。時には赤い竜の目をして、じっとこんなにオツベルを見下ろすようになってきた。ある晩象は象小屋で3羽の藁を食べながら10日の月を仰ぎ見て、苦しいですサンタマリアと言ったということだ。こいつを聞いたオツベルはことごと象に辛くした。ある晩象は象小屋でふらふら倒れて地べたに座り、藁も食べずに11日の月を見て、もうさようならサンタマリアとこう言った。おや、なんだってさよならだ。月がにわかに象に聞く。ええ、さよならですサンタマリア。なんだい、なりばかり大きくてからっきし育児のないやつだな。仲間へ手紙を書いたらいいや。月が笑ってこう言った。お筆も紙もありませんよ。象は細いきれいな声でしく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 泣き出した。そらこれでしょう。すぐ目の前でかわいい子供の声がした。象が頭を上げてみると、赤い着物の童子が立って硯と紙を捧げていた。ゾウは早速手紙を書いた。僕はずいぶん目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。童子はすぐに手紙を持って林の方へ歩いていった。石井の童子がそうして山に着いたのはちょうど昼飯頃だった。この時山のゾウどもはサラジュの下の暗がりで碁などをやっていたのだが、額を集めてこれを見た。僕はずいぶん目に遭っている。みんなで出てきて助けてくれ。ゾウは一斉に立ち上がり、真っ黒になって吠え出した。オツベルをやっつけよう。議長のゾウが高く叫ぶと、おお、出かけよう。グララーガー、グララーガー。みんなが一度に呼応する。さあ、もうみんな嵐のように林の中を泣き抜けて、グララーガー、グララーガー、野原の方へ飛んでいく。どいつもみんな気違いだ。小さな木などは猫木になり、やぶや何かもめちゃくちゃだ。
くわー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 、花火みたいに野原の中へ飛び出した。それから何の、走って走ってとうとう向こうの青く霞んだ野原の果てに、オツベルの屋敷の黄色な屋根を見つけると、象は一度に噴火した。グララーガー、グララーガー。その時はちょうど1時半。オツベルは川の寝台の上で、昼寝の盛りでカラスの夢を見ていたもんだ。あまり大きな音なので、オツベルの家の百姓どもが門から少し外へ出て、小手をかざして向こうを見た。林のような像だろう。汽車より早くやってくる。さあ、まるっきり血の気も失せて駆け込んで、旦那、象です、押し寄せやした、旦那、象ですと声を限りに叫んだもんだ。ところがオツベルはやっぱり偉い。目をパッチリと開いた時はもう何もかも分かっていた。おい、ゾウのやつは小屋にいるのか。いる、いる、いるのか。よし、戸を閉めろ。戸を閉めるんだよ。早くゾウ小屋の戸を閉めるんだ。よし、早く丸太を持ってこい。閉じ込めちまえ。畜生め、ジタバタしやがるな。丸太をそこへ縛りつけろ。何ができるもんか。わざと力を減らしてあるんだ。よし、もう五、六本持ってこい。さあ、大丈夫だ。大丈夫だとも。慌てるなったら。おい、みんな。今度は門だ。門を閉めろ。勘抜きを変え。突っ張り、突っ張り。ああ、そうだ。おい、みんな心配するなったら。しっかりしろよ。オツベルはもう支度ができて、ラッパみたいないい声で百姓どもを励ました。ところがどうして百姓どもは気が気じゃない。こんな主人に巻き添いなんぞ食いたくないから、みんなタオルやハンケチや汚れたような白いようなものをぐるぐる腕に巻きつける。降参をする印なのだ。オツベルはいよいよ躍起となって、そこらあたりを駆け回る。オツベルの犬も気が立って火のつくように吠えながら屋敷の中を馳せ回る。まもなく地面はぐらぐらと揺られ、そこらはバシャバシャ暗くなり、ゾウは屋敷を取り巻いた。グララーガー、グララーガー。その恐ろしい騒ぎの中から、今助けるから安心しろよ、優しい声も聞こえてくる。ありがとう、よく来てくれて、本当に僕は嬉しいよ。象小屋からも声がする。さあ、そうすると周りの象は一層ひどく、グララーガー、グララーガー。塀の周りをぐるぐる走っているらしく、たびたび中から怒って振り回す鼻も見える。けれども塀はセメントで、中には鉄も入っているから、なかなか象も壊せない。塀の中にはオツベルがたった一人で叫んでいる。百姓どもは目もくらみ、そこらをうろうろするだけだ。そのうち外の象どもは仲間の体を台にして、いよいよ塀を腰かかる。だんだんニューと顔を出す。そのしわくちゃで灰色の大きな顔を見上げたとき、オツベルの犬は気絶した。さあ、オツベルは打ち出した。6連発のピストルさ。ドーン、グララーガー。ドーン、グララーガー。ドーン、グララーガー。ところが弾は通らない。牙に当たれば跳ね返る。一匹なぞはこう言った。なかなかこいつはうるさいね。パチパチ顔へ当たるんだ。オツベルはいつかどこかでこんな文句を聞いたようだと思いながら、ケースを帯から詰め替えた。そのうち象の片足が塀からこっちへはみ出した。それからもう一つはみ出した。五匹の象がいっぺんに塀からどっと落ちてきた。オツベルはケースを握ったまま、
もうくしゃくしゃに潰れていた。早くも門が開いていて、グララーガー、グララーガー。象がどしどしなだれ込む。牢はどこだ？みんなは小屋に押し寄せる。マルタなんぞはマッチのようにへし折られ、あの白象は大変痩せて小屋を出た。まあよかったね、痩せたね。みんなは静かにそばに寄り、鎖と胴を外してやった。ああ、ありがとう。本当に僕は助かったよ。白象は寂しく笑ってそう言った。おや、川へ入っちゃいけないったら。